こんにちは。こんにちは。こんにちは。今回はですね、コムコム商店さんとのタイアップになっております。はい。はい、で、コムコム商店さんからですね、はい、お茶漬けのギフトセットというものをいただきました。はい、おー、ありがとうございます。こちらですね。いやーね、まずお茶漬けの箱じゃないですよね、見た目。高級感がすごい。おしゃれおしゃれ。おしゃれ。めっちゃおしゃれ。じゃあちょっと、開けてみますよ。はい、はい。はい。ういー。うい。で、ね、確か11種類入っているそうです。はい、はい、じゃあもうバーッと出していいですか。はい、あ、こんな感じなんですね、中身。すごいすごいですね。おお、これ贈り物とかめっちゃいいかもしれない。本当にもらって喜ぶ。僕正直もらえたらめちゃくちゃ嬉しいです。お歳暮とかね、こっちから行くと、ブリ、茶漬け、金目、はい、フグと来て、まあ大体お魚ばっかりかなと思ってたんですけど、はいはい、ここにはもう厚切り牛タンと書いてあるし、肉、うなぎ、はい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 、トンデ、炭火鳥、あー、そっちもお肉、アユ、アユ、まるまる一匹。でまあね、定番だけど、こんな定番は見たことない鮭まるまる鮭、はい、これはカニかな。カニ、本当だね、すごい、すごい。これはちょっと高級お茶漬け。いやー、高級ですよ。美味しそう。あー、これすごいですよ。はい、あのこちらですね、はい、味も品質もしっかりしてるので、はい、国内航空機のファーストクラスの機内食としても提供されてる、ファーストクラス、すごいですね。ファーストクラスに乗ったことない。うん、これから先も乗れるかどうかわかんないですね。すごい、ここでいただいて、なんかありがとうございます。ありがとうございます。それでは、はい、まあ食べたいやつを選んで、まあ、全部ね作りたいんですけど、はい、全部作って食べるっていうのはちょっとね、はい、できないので食べきらない。はい、どれ使うんですか。じゃあ俺はこれはですね、ほら、とりあえず金目。ダメー。なんで金目を、はい、はい、やっぱりこうスタンダードにお茶漬けで、うん、とりあえず食べたいと思います。じゃあ宗男くんは、宗男くんどれがいいですか。え、どれでもいいの俺。宗男くん、あ、じゃあ、うん、牛タン、牛タン、牛タン、はい、じゃあ牛タン、いい。まあ普通にお茶漬けで食べるのはここ、はい、選びました。はい、はい、そしたらですよ、今日はですね、ちょっとレシピを教えていただいたんですよ、うん、はい、実はお茶漬け以外にも、お茶漬けを使って、そうです、こちらを使って、はいはい、オリジナルレシピを教えていただいたので、はいはいはい、そちらも作ろうかなと思っております。はい、はいはい、オリジナルレシピも教えていただいたんですけど、はい、簡単でした。はい、はい、で今回作るのは、はい、炊き込みご飯。お、炊き込みご飯、はい、どのお茶漬けを使っての炊き込みご飯でしょうか。じゃあどれにします。うなぎ茶漬け。あ、確かに炊き込みなんか美味しそうですね。美味しそうです。うん、それじゃあ、はい、うなぎさんで炊き込みを作りますか。はい、はいはい、でお茶漬けが、お茶漬けがこちら3品、金目の茶漬けと、厚切り牛タン茶漬けと、あゆ茶漬け。はい、これね、この具材の身がしっかり大きいところが見える、この透明パッケージ、はい、これ、はいはい、技としてあるっぽいですよ。ちゃんと見えるように。なるほどね、なるほどね、ちゃんと見えるようにしてあるらしいですよ。なるほど、なるほど。これでもね、送られたご家庭にはね、お子さんとかいたら絶対じゃんけん大会よね。うん、ていうか、そうですね、パッケージで選べるゲーム、本当にお歳暮とかで送られたらですね、うん、これがなんか定着しそうですよね。お茶漬けって多分嫌いな人はほぼほぼいないし、うんうん、なんかまあこれは俺の感覚かもしれんけど、はい、なんかかっこよく見える、これを送ってるのが。あー、ね、ね、なんかちょっと俺味知ってるよみたいな、うん、おしゃれでさ、はい、じゃあやっていきますかね、はい、早速、はい、はい、それでは、はい、炊き込みご飯の用意をして、はい、炊いてる間にお茶漬けいただきたいなと思います。はい、はい、なので炊き込みご飯から、はい、スタートしていきます。はい、ここです、はい、一袋分なので、はいはい、おそらく1合分なのかな、ね、はいはい、ああなるほどね、はい、じゃあいきます、1合分、はい、そして
まあちょっとお米を洗ってください。はい、はい。で、レシピをちょっとカンニングさせていただきます。はい、いただいたレシピ読み上げます。はい。炊き込みご飯、はい、作り方、1合のお米に対し1合分のお水、普通通り炊くお水ですね、はい、を入れてこちらの具材を入れます。はい。で、その状態で炊きます。スイッチオン。炊き上がったらふりかけをかければ完成。はい、簡単。簡単。このだしを入れるのね。はい、1合分というかこの1パックのだしと、はい、はい、はい。じゃあこちらに1合分のお米とお水を入れたもの、はい、ふりかけですかね。これがだしですかね。はい、あ、こんな感じで。あ、ちなみにですね、はい、その味にもこだわってあってですね、はい、このお醤油は1種類の本醸造醤油を使っていて、はい、はい、だしはあのソーダガツオ、はい、あ、ソーダガツオ節を使ってるそうです。はいはい、ソーダガツオ。そうで、しかもこのだしつゆにはあの化学調味料を一切使ってないそうで、うん、素材の味を存分に引き立ててくれるそうです。なるほど、高級。今ですね、茶漬けですね。児玉さんが裏側を見てたら、はい、うん、お醤油さんはですね、はい、佐賀県産のものをご紹介します。はい、はい、それではだし入れますよ、はい、お願いします。ちょっとこれ楽しみやな。入れます。はい、じゃあ入れちゃってください。でこの具材と書いてあるやつがおそらくふりかけなので、あ、こちらは後で、はい、後で、はい、はい、大事に。はい、入った。それも絞り出したいね。うん、はい。で、ね、一応オリジナルなので、はい、はい、具材とかもね、本当は入れていいかもしれないですけど、他に、ね、やっぱりね、はいはい、素材の味を最大限に、はい、味わいたいんでね、味わいたいので、はい、このままでいきたいと思います。はい、はい、じゃあちょっと入れてスイッチをオンします。じゃあスイッチオン。はい、はい、こちら待つ間にお茶漬け。はい、作っていきますか。はい、じゃあちょっとご飯をよそいますね。はい、こちら国産の金目鯛をはじめとした、はい、まあ、厳選された高級食材、うん、はい、もう全部なんか高級食材使われてるみたいなんですよ。じゃあこれ開けていきますか。開けていきますか。で、徳ちゃんのからまず。はい、僕金目鯛ちゃんの。金目鯛美味しいもんね。うん、まそうな匂いがする。厳選されとるけんね。いや、マジでうまそうやった。でもさ、これ一人暮らしとかでさ、はい、買ったり送られたりしたらさ、それをつまみに、ね、お酒飲んで、その締めにまた別のお茶漬けでっていうのもできるんじゃないの。確かに、確かにね。具材がすごい。このお出汁もかけていきたいと思います。はい、お茶漬けって顆粒だしが多いけど液体のだしだからなんか、はいはい、うん、そうですね、確かに、うんうんうん、風味もめっちゃこう、うん、わーって、そう、ね、今もかけない、はい、ね、すごいこっちまですごい。じゃあちょっと、はい、あとは熱湯をかけていきます。うまいやろうな。とりあえず、いや、もうめちゃくちゃ匂いやばいっすよ。めっちゃね。そうなんですよ。はい、じゃあ児玉さんの、はい、私、はい、この丸々鮎ですね。常にこの常温保存じゃないですか、こちら、うん、はい、あ、キャンプとか、まあ、旅行とかに持ってったりとかも確かにね、うん、そうですね、一つずつ ね、うん、ね、かさばらないし、俺らみたいにアマゾンとか行った時にこれ持っとったらさ、アマゾンで茶漬け、うん、いいね、アマゾンで鮎を、ね、どこでも持っていけますよ ね、 ね、海外旅行とか全然持っていけるじゃんし、うん、うわ、鮎もうまそうやな。うん、これで決定ですよ。じゃあちょっと、はい、あちらの方に旅に、はい、行きますか。はい、はい、それでは、はい、いただきます。いただきます。お、楽しみ。いただきます。鮎具をね、うん、いただきますよ。茶漬けいただきます。あ、うまい。うまい？うん。うん。柔らかそう、鮎。鮎めっちゃ。買ってこんでいいですか？うん、香ばしいというか。
あー、だしもうまい。うまい。こだわっとるけんね、全部に、うん、めちゃくちゃうまいで、あゆが。うまい。めちゃくちゃうまいよ。あゆのね、いいとこがめっちゃ出とる。いや、じゃあ、味しっかりしとる。ちょっと、宗男くんのも。あ、そうだね。作っていただいてもらえますか。はいはい、はい、それでは宗男くんの、はい、牛タン、厚切り牛タンの方もいただきます。焼いちゃってください。肉系ですね。肉系。ちなみにね、さっきあのあゆのちょっとね、お裾分けして宗男くんも食べたんですけど、はいはい、めちゃくちゃ美味しかったですよね。めちゃくちゃ美味しかった。じゃあちょっと先にちょっと、はい、スープ飲んでいいですか。はい、だしね。だしね。あ、だしうまっ。うん、マジでめっちゃうまいね。めっちゃうまい。こだわりの、あ、めっちゃうまい。で、この牛タンの方も、うん、こう油がどうしても白くなるじゃないですか。お湯かけた時にさーっと溶けた。なるほどね。うまい。マジで、マジでうまい。まあもちろんでしょうけど、うんうんうん、全部うまいでしょうね。うんうん、あのもうね、あ、これ誰か俺に送ってくれんかな。本当自分で送ればいいで。俺が食べたい。ムコム商店さん、お歳暮お待ちしてます。マジでうまいね。すいません。マジでうまい。すいません。いや、で全種類食べもうね、2種類が食べられちゃったけ、うん、ね、おいや、炊き込みご飯も楽しみですよ。うん、はい。ちょっとね、お茶漬けの方は3種類いただかせていただきましたけど、はい、炊き込みご飯の方ももうすぐできると思いますので、はい、ちょっと食べていってみますか。はい、それでは炊き上がりました。はい、お茶漬け美味しかったですわ。美味しかったね。ああ、ビビった。で、こちらは、はい、オープン。わかー、見たい、ちょっと見たい。ちょっと待って、ね、ちょっとこれカメラ渡す、渡す。いやいや、はい、うぇー、絶対うまいやん。あ、香りすごっ、うん、で香りすごっ、うん、ここに、はい、こちら、なるほどね、ふりかけを、なるほどね、後でかけるのかがちょっとね、はいはいはい、分からなかったんですけども、ここで混ぜちゃおうと思います。じゃあいきますよ、はい、絶対うまいやん。絶対うまい。混ぜますか。混ぜます。ここでもう混ぜちゃってください。はい、絶対うまいやん。あ、熱いですよ。熱い、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 切って、あー、いい感じに混ざりましたよ。うー、そう、なんかね、うっすらお焦げちゃん、いや、もう絶対うまいやん。よし、はい、どうぞ。これはよだれの、さっきお茶漬けをお腹いっぱい食べたばっかりとに、みんな、あの、もう熱いうちに食べたいので、こっちで、はい、食べましょうか。はい、はい、じゃあ、いただきます。いただきます。うわ、匂いがすごい。いただきます。いただきます。うん、うまっ。まあそうよね、そうよね、もうさっきのお茶漬けでもう、うわーってなっとるもん。お焦げがね、うん、絶妙なお焦げができてて、めちゃくちゃうまいよ。めちゃくちゃうまい。あのね、お茶漬けともうほんと全然違って、うんうん、あの炊き込みご飯ですけど、はい、ほんとちょっといいところのお店に行った釜飯、うん、うん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 、ほんと、あの贈り物にめっちゃベストだとは思うのよ、はい、ね、箱ももうシンプルで高級感あってさ、はい、もう父の日とか母の日とかね、うん、大切な人へのプレゼントにもちろんいいけども、はい、自分がもらいたいよね。そう、あとね、あの贈り物を頼むときに自分の分も買った方がいい。うん、そうね、確かに確かに、自分の分と贈り物と、うん、めっちゃうまい。これね、うまい、うまい、こりゃずるい。これ送って同じのを送ってきてほしいね、その人が。ちゃんとね、あれが入ってますからね。いや、本当プレゼントにおすすめの、はい、商品だと思います。はい、で、あのこちらですね、はい、クーポンもあるようなので、はい、あの皆さん、あの概要欄をぜひぜひというか、ぜひチェックしてください。はい、はいはい、お願いします。いや、本当コムコム商店さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。大変美味しかったです。美味しかったです。美味しかったです。これは自信を持っておすすめできるものなので、皆さんぜひ買ってみてください。はい、贈り物もどうぞ。はい、
ありがとうございました、言わねえんだ。そんな言葉はいらん。美味しさに言葉はね。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい、し。はい。